か俺にも先輩のそば食わせてもらっていいっすかね。俺のそばもどんどん食べていいっすから。紀ノ国くんはテーマ食材がそばと決まった時、他の選択肢を一瞬でも考えたかな。君は考えなかった。紀ノ国流において最高のそばは一番粉だと、そう教えられたからさ。どうして私はずっと最高のそばを打つ修行をしてきたはずだったのに。ねえ教えて、どうしてそこまでのことができたの。これは直撃の真剣勝負なのよ。いつも通りの実力を出すだけでも神経を使うはずなのに。何言ってんすか。お客相手は毎日が真剣勝負でしょう。こんなことできて当然っすよ。分かっただろう、彼の怖さが。食べる人に楽しんでもらうため、あらゆる変化に気づき臨機応変に立ち回る。それこそ彼が定食屋として培った長い長い時間のもたらした強者たるゆえんだ。このカップには彼にしか表現できないもの、そばという料理の新たな可能性が示されています。ファーストバウト、第3カード、勝者は反逆者側、雪平相馬とする。お座り。